会は随分集まったみてえだな。そうだ、ついでにお前さんたちも手伝ってくれねえか。魔獣の討伐指導ですか。いや、今回は実力を審査する側に回ってくれ。志願者と立ち合いを行って実力を判断してほしい。わかりました。この間まで学院で試験を受けていたのに、今度は試験官の立場に回るなんて。実践経験の数ならば修験士の比ではないでしょう。でも緊張するな。とにかくやってみようぜ、勇士よ。今の戦いはいい剣さばきだったな。本当かい。二人とも、ここは決闘の場ではありません。魔獣討伐が可能かどうかを判断する場です。そうだね、ごめん。まあいいでしょう。次で最後の志願者です。どうやら修験学院の生徒のようですね。最後は俺が行くよ。お願いします。志願者の名前はメディナ・オルティナノス。えメディナ？キリト？どうしてここに？つまり氷教会に協力する代わりに罪を減刑されたと。ああ。なるほど、突拍子もない話だ。まさか再びこうして出会えることになるとはな。ああ嬉しいよ。私は別に嬉しくはない。ただただ最高司祭様の寛大さに敬服させられるばかりだ。そうか。それよりメディナの方はどうしていたんだ。以前と変わらない。私の目指すものはオルティナノスケの汚名返上、それだけだ。欠陥品のオルティナノスケを氷協会が受け入れるか、私なんかが役に立てるかどうかはわからない。だが汚名返上のためには氷協会のもと武功を挙げることが何よりも必要となる。だからこそ最後まで迷いに迷ったが、対策本部の協力者募集に参加したのだ。なるほどな。さあ、お互いの事情はあらかた話した。本来のやるべきことに戻ろう。やるべきこと？立ち合いだ。私は魔獣討伐の志願者としてここへ来たのだ。ああそうだったな。合格。なんだと？メディナとは学院で戦ったこともあるし、対策本部が求めている戦力としては十分だと思うよ。いいのか？いいよな。いいんじゃねえのか？おじさま。キリトがその実力を認めているなら俺は別に構わねえぜ。ああ大丈夫、メディナ強いよ。ならお前さんは晴れて俺たちの協力者だ。今後もよろしくな。よろしくお願いします。ああまたよろしくな、メディナ。また魔獣討伐の任務において私はお前たちと行動するのか。勝手にそう思っていたけど、人員の采配はベルクーリさんたちが決めるんですよね。もちろんだ。実力を見極めた上で相性を見て何人かを組ませる。けどまあ知り合いって話なら一緒に行かせる方が無難だろうな。では私はまたキリトやユージオと行動を共に。そうなるが不満か。いえ、騎士長閣下の判断に異を唱えるつもりなどございません。よろしくな、キリト、ユージオ、そしてみんな。よろしく。よろしくお願いします。よろしくね。ああ頼りにしてるぜ、メディナ。メディナとの再会後、オートで俺たちは物資の補給を行いつつカラントの情報を待った。そんな中、早速新たな魔獣とカラントに関する報告が入る。俺たちは準備を整え出発することに。だが出発直前にある不思議な噂が舞い込んできた。
ねえキリト、あの話聞いた？なんだ？ほら、ベクタの迷子が多発しているっていう。ベクタの迷子が？なんで急に？理由はわからないけど、いろいろな場所に現れているらしいね。そうなのか、ベクタの迷子。過去や記憶を失って突然人海内に現れる存在。つまり現実世界から記憶をロックしてログインしてきた人間ってことか。未だに連絡が取れない気候家たちが現実世界で何かしているのかもしれないな。キリト？ああごめん。ユージオ、そのベクタの迷子たちについて他にも何か分かったら教えてくれ。うん、分かったよ。けどとりあえずは情報があった場所で魔獣を倒してカラントを切るか。ああ、キリトにユージオ、ちょうどよかった。お前たちを探していたんだ。メディナ、どうしたんだ？ベルクーリ騎士長から許可は取った。早速だが、お前たちと共に魔獣討伐に向かわせてくれ。私にカランとなる植物は切れない。だが魔獣を討伐することならできるはずだ。わかった、メディナがいると心強いよ。それじゃ一緒に行こうぜ。よろしくね、メディナ。どうかしたんですか？いや、ちょっと俺は狩人なんだが、最近同じく一つの狩り場に。そうなんだ。そのせいで。その人はこの…ああ、どこから来たのかを聞いても。狩り場が被るなんてことはあるのか？聞いたことはないけど、天職はそれぞれの村や町で与えられるから。そうか、禁忌目録を犯しているって。ひとまず私たちでその狩り…私も同意見です。その狩り…おそらく狩り場だろう。もしくは…なあ、あんた。なんだ？狩人と狩り場が被っているそうだ。おい、メディナ、
狩りをやめ、この村の狩人が狩るべき獲物もだから貴様に転職。別に俺は誰ではなぜ。それはもしかしてあんた、え、まさかベクタの、ま、こいつが噂の、どこから来たかも覚えて。そうだよ、リアルワールドのことは何も覚えていないのか。菊岡って名前に心当たりはないか。一体何のことだよ、そんな風にね。そうか、リアルワールドからこの世界に入ったのなら、記憶をロックされているのなら情報は何も得られない。とはいえロックされた。それじゃ俺、待ちなさい。なんだよ、まだ話は終わっていない。うるせえな、俺が何した。メディア、いいか、貴様はただ村人の天職を邪魔、他人だろうと人の存在意義。メディナだ。なんだ、悪かった、俺自身記憶がなくてな。けどあんたの言う通り、大切なことを気づかせてくれてありがとう。そこまで言われるようなことはしていないが、分かってくれたならばいいだ。今後は村の狩人とよく話し合い。分かった、行く。すごいねメディナ。ええ、強情そうな男でしたがうまく解き伏せました。私にも使命があります。それをとはいえ、これでか、ええ、先キリト君。ああ悪い。さっきのベクタの迷子、やなあ、ま、菊岡さんたちと連絡が取れない状況でログインしてき、それにベクタの迷子が、まさかその人たち全員。あくまで予想だよ。まあ何にせよロックされ、そうだね。あともう一つ気になったことがある。かっこよかったよね、思わず。まあとはいえ、あ、見ず知らずの人に説教されて会、それは言葉のあやでしょ。本当にメディナを崇めて、どうしたものか。なんだ、少しいいですか。おう、いや、どうしたものか。ああ、はあ、助けてくれ。わかりました、頼んだよ。さてと、ああ、thank you.
ああ。Thank you.
よし。よかった。ありがとう。どういたしまして。おう。さてと。だけど、そういえば。ああ、この音は飛竜。何か緊急のようかもしれないな。以上がベルクーリ騎士長からの伝令です。魔獣討伐か。指令は受け取りました。それではお願いします。では早速目標の魔獣を探しましょう。ああ、急ごう。
この辺りのはずだけど。討伐命令の出された魔獣とおぼしき存在は見当たりませんね。おー、あの集団は一体。行ってみよう。あの、うん、なん、俺たちは氷協会から派遣されてき、おお、そうなのか。ちょうど俺たちでと。なるほど、私の向こうが。話では魔獣はかなり強力だ。まあそれなりに自信はある。まさか。あ、ああ、俺たちをそう呼ぶや、目覚めてからどうすればいいかわからなかったが、そこで同じ境遇の奴らと集まった。生まれながらの戦士って感じだね。とはいえ俺たちにも勝て。あなたたちでも。ここから少し行った場所にいる魔獣でな、本当はそっちが。だがあまりの強さに敗走して仕方なく別の魔獣に挑んだんだ。その魔獣が俺たちの探していたやつだったってことですね。みたいだな。悪いな、あんたらの獲物を取っちまった。いえ構いませんよ。構わないわけない、私にとっては重要なこと。そうか、それは悪いことをしたな。お詫びと言っちゃなんだが、例の俺たちが勝てなかった魔獣の情報を渡そう。本当か。だが一つ条件がある。討伐へは俺たちも混ぜてくれ。見たところあんたらも相当強そうだ。俺たちとあんたらで協力すればその魔獣も倒せるだろう。どうだ。協力か。話を聞く限り俺たちだけで倒すのも難しそうだ。ここは協力すべきだと思うぞ。仕方ない、では一時的な共闘だ。おお、そんじゃ早速魔獣のところへ案内するぜ。いたぜ、あいつだ。すぐには。よし、行くぞ。
なんとか倒せたな。しゃあ！みんな、よくやった！彼らは一体何をしているんだ？付き合っ…おそらくハイタッチって呼ばれるものだと思う。互いの手の…現実世界の記憶を失っても体に染みついた…お嬢ちゃんも見事だったぜ。また今日わかった。再び会え。なぜ？だってあんたは。さーて引き続きまじ。メディナ。ああ。マジを倒したこと、対策本部に報告しに行くんだろ。そうだな。待って、二人とも。ん。オートまでは距離もあるし。なんだユージオ。そうじゃなくてさ、今の戦いで薬。ユージオの言う通りですね。なあ、その後、ビルリアの村へ戻ると。なあ。うん。実はな、それで。もしかして、それで。そうだ。でも。それで。だが。ありがとう。頼む。Thank you.
へえ。ん？どうも。やれやれ。だが、え？それといいな。それはそれと。なるほど。ありがとうね。ああ。さて、うん、よし。そうよ、すごいな。いいですか、もしかして。申し訳ない。それと、そうか。どうかな。いいな。どうでしょうか。つまり、それで。なるほど。そうだな。それで。ありがとうございます。ところで、ああ、さてと。しかし、そうだ、
Thank you.
緒なら絶対に負けません。お前になら勝てます。さてと、頼む。ごめんね。話を聞かせて。もしかして、つまり助かるよ。うん。それでありがとう。
もしかして。そうだ。そんな。ダメだ。ん？おう。ああ。どうしようかね。助けてくれ。なあ。わかりました。おう。Let's go.
報告に行こうぜ。
いいですか。ありがとうな。それと、おう、受けたまわったぞ。できたぞ。ありがとう。おう、ありがとうございます。それじゃあ、ああ、突然すみません。あなた方は街道を通ってきたのですか？ねえ、そうですが。途中で女の子を見ませんでしたか？いえ、見ていませんね。その子は村から出て行ったのですか？そうです。少し前に村の近くで保護した子なんです。その子、記憶がなくて。つまりベクタの迷子ですね。そうです。今日は朝から姿が見えなくて、もしかしたら村の外に行っているんじゃないかと。わかりました。では俺たちで村の外を見てきますよ。本当ですか？ねえ。それでその女の子の特徴は？背格好はこちらのお嬢さんに近いです。年齢も同じくらいだと思います。私と同じ。そうか。それじゃあ探しに行ってきます。